フジテレビのドキュメンタリー枠、ザ・ノンフィクション、毎週日曜14時チルダ、関東ローカル、ゼ、今。天も美容整形する女性たちを追った、シンデレラになりたくて、2018の前編が、1日に放送された。マスクなしで外出できない、顔が原因で性格も卑屈に、学校でいじめられた、様々な事情を抱えた女性たちが整形を決意した。姿に大きな反響が集まり、明日8日には、彼女たちが目指す、整形シンデレラオーディションの結果までを収めた後編が放送される。ナレーションを担当したのは、ザ・ノンフィクションの大ファンだというタレントのユウ。この収録現場に潜入すると、即本番にもかかわらず、この感じで行きましょう。完璧、ハリエ・ヤスユキチーフプロデューサー、相当レベル高いですね。構成、演出の佐藤隆樹氏、とスタッフも大絶賛だ。こうして読み終えたばかりのユウに、話を聞いた。ザ・ノンフィクションのナレーション収録を終えたユウ、夢が叶ってしまった。ナレーション収録お疲れ様でした。お疲れ様でーす。ああ楽しかった。終わっちゃった。初めてのザ・ノンフィクションのナレーションですが、いかがでしたか？大好物の番組でいつも見ているので、嬉しかったです。私はザ・ノンフィクションのナレーションとタモリクラブに出たくてこの世界に入ったので、これで夢が叶ってしまって、ちょっと困りましたね。でも、また呼ばれたいです。ナレーションが大好きなんです。他にもいろんな読み方できるんで、オファーください。今回の内容はいかがでしたか？シンデレラになりたくて、は、去年も見てたから、今年はどうなるのかなーって気になってました。だから、ナレーションをやるのはすごい嬉しくて光栄なんだけど、ちょっと見る楽しみが減っちゃったな。でも、楽しかったです。手術シーンはなかなかショッキングな映像が流れましたが、読みながら動揺はしませんでしたか？私は原稿を見てて、そこまで詳しく画面を見てないから大丈夫。放送でじっくり見たいと思います。でも、手術のやり方は、だいたい覚えました。耳の軟骨を鼻の軟骨に持ってくる、みたいな。もう手術できますよ。シンデレラになりたくて、2018、1日放送の前編よりイコールフジテレビ提供、私だって整形でやりたいことはある、ねほりんぱほりん、NHKE テレ、でも整形される女性を特集した回があって、その時にユウさんは、顔面、ってなんだろうね、不思議だね、とおっしゃっていたのですが、今回の、シンデレラになりたくて、をご覧になって、改めて整形に対して、どんな感想をお持ちになりましたか？基本的には、自信が持てたり、そうすることで前向きになれるものであればいいんじゃないかなと思うんですけど、難しいですよね。小さい頃に、絶破、って一回言われたことで、ってショック受けて殻に入っちゃった子がいる一方で、自分、ブスなのか、って思っても全然平気で部活で人気者になる子もいるわけじゃん。だから、ちょっとわかんない。ご自身の願望は、そんなこと言ったら、私だって年取ったから、整形でやりたいこといっぱいありますよ。これで湘南美容クリニックとコネもできたことですし、こそこそいろいろ直してもらっちゃおっかなーってな具合ですね。今回のナレーションで意識したことってありますか？うん、私、この番組すごい好きじゃん。だから、ナレーション聞いてて、ちょっと、この人は、って気になる時があるんですよ。
ドラマも大好きで、見ながらキャスティングやり直したりするの。感じ悪いでしょ。だから、ザ・ノンフィクションがすごい好きな人たちが、言う。って思ってすっごい厳しい目で見られるかもしれないって思うけど、私はへっちゃらです。映画を見てるような感じ改めて、大好物だという、ザ・ノンフィクションの魅力は何でしょうか。人を、ちゃんと追っかけてるドキュメンタリーはとりあえず全部好きなんですけど、他はちょっと告知入るときあるじゃん。あと、海外でダンス頑張ってます、みたいなのは、どうでもいい。でも、一般の方が対象で、切ないのって、ザ・ノンフィクション、くらいじゃない。だから、今日は誰のどんな切なさがあるんだい。って構えてみるんだけど、うわーって泣いちゃったりとか、これは痛いなー、って思ったり、映画を見てるような感じなんですよ。わかります。最近のベスト回はどれですか？母親が無理心中した息子の回は、すごかったよね。6月24日放送、父を殺した母へチルダ無理心中から17年目の旅チルダ。あんなの、ドラマも叶わないもんね。彼が思っていた母親像が全然違った感じになってきて、最後は、ありがとう、みたいになって、そういう嬉しい回もあるから、ザ・ノンフィクションは大好物。では、最後に今回の見どころをお願いします。私、整形の先生ってお金稼ごうと見境なしに何でも手術すると思ってたんだけど、自分の力でコンプレックスを克服しなければ、手術はしない、って言ったのが意外だったの。他の番組だと、整形イエーイ、みたいになることあるから、そういう場面にも踏み込んだのが、すごいと思った。おは、ちゃんと女の子たちのお家まで行って、家族との関係性とかも見せることで性、形に欠けてるっていうのがわかるから、そういうところも見てほしいと思います。整形シンデレラオーディショングランプリの結果は納得でしたか？うん。あの子、超チルダいい子だから良かったと思います。でも、本当に綺麗になったよね。ザ・ノンフィクションシンデレラになりたくて、2018チルダ後編チルダ、フジテレビ、7月8日 14:00 チルダ 14:05。関東ローカル、整形シンデレラオーディションは、今回から日本人だけでなく、ベトナム人にも門戸を開放。末期がんで苦しむ母のために参加したチャンさん、ベトナム社会の外見による差別に苦しめら。出てきたカインさんにも密着し、彼女たちが夢を叶えることができたのかを追っていく。C、フジテレビ。